影響ないからね、水性絵の具だから、あの油性のものは一切使ってないからさ、これやるとね、あのあれですよ、意外と早く白くなるしね、乾くの早いんだわ、今真っ黄色だけどこれ真っ白になるからね、これちょっと30分や1時間ではなんないけど、やっぱり1日ぐらいかかるんだわ。で、また塗る必要ないの。今までだったらさ、乾いたら次の日、3日ぐらい続けてね、やったもんなんだけど。そうだね。うん、こういう状態でね、あとほっといたら、ちゃんとなるんですよ。それでね、こうやると、すごく、時間の無駄にならなくて、これは見事に変わったな。これはこういう感じでね、これこういうところが白みが帯びてくればまた、なんていうかね、第一印象がいいよね、親と思うよね。やっぱりあの心拍がだからな。こういう感じでね、ちょっとこれはここでこういう感じで置いておきます。もうちょっとだね、もうちょっとだ、これ針金外してハサミ入れて、そしてまたちょっと直すとね、これはもちろん鉢はこんなもう植え替えるんだけど、もっと小さい鉢に、でこれはですね、まずちょっと待って、今でかいの持ってくから、これもね、これ削りっぱなしだから、ちょっと石灰溶合剤塗ります。はい、これはね、あ、これもまた、何回も塗らんかったらならないんでね、これもこうやって木肌が ね、ちょっとボソボソでしょ、だけどいずれ1年ぐらいしたらつるっとなるけどね、これもね、石灰溶合剤にね、白いペンキをちょっと混ぜるとね、あれが、ちょっとねっとり、ねっとりでね、なんだっけ、ぽっちゃりでないし、厚みが帯びるんですよ。塗っても垂れてこないもんね。あれなの、あれなんだっけ、ゼリー状とは違うけど、しっとり感があるんだよね。石灰だけだったらさ、水でからね、あれ、なかなかね、この木肌に止まっていくのにね、止まって乾くまで時間かかるんね。でやっぱりちょっとこれだけ削ればね、水分蒸発していくからね、何回もこうやってやってやらないと膜できないわけ、石灰だけだったら。なるほどね。それでね、ちょっと考えたんさ、ちょっと油性は使えないけど、水性の絵の具ならどうかなと思って、やってみたらね、前にうまくいったわけ、これは今黄色いけど真っ黄色になるからね、真っ白になるからね。そうするとね、とろみが出てるから、本当の水分みたいだけど、とろみがつくのさ、ちょっとあれ入れると、水性のペンキに、水性の絵の具だね、ホワイトペンキに、ホワイト、できればソシャルホワイトがいいね。ソシャルホワイトは綺麗だよ。そんなに入れなくていいの。ちょっと1割ぐらい入れてやるわけです。そうするとね、とろっとね、とろみがつくから。あんかけ焼きそばのあんかけ。そう、あんな、あれほどでないけどね、ちょっととろみがつくとね、膜が熱くなるでしょ、そうすると水分の蒸発防ぐのもさ、薄っぺらいよりね、水性の絵の具いいよ。これも削ってからやや1ヶ月ぐらい経つか。そうだね。だからもう、まだどん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 新芽出てきてるから、これはね、ちょっとまた先やったもんだからちょっと不安だったんだけど、なんともなかったね。なんともなかった。前にまあ何回もいろんなのやってるから大丈夫だと思ったんだけど、ただ
経験値ってもね、同じ今日やってるわけでないからさ。そうだね、うん、あっちが行くてもこっちがためかもしれないから、うん、いろんな木やってるわけでないけど、この木はまだ若木だしね、うん、あの少しぐらいのことは大丈夫だべって思ったら大丈夫だ、うんうん、ちょっとねなんか知らんけど、なんで俺はこんなことされてるんだって思ってるべな。え？木が？木がよ。なんで俺はこんなことされねえけんの。何の因果でこんなことされるんだって言って、きっと思ってるよこれ。うん。だけど美しくしてやるんだからね。あ、いいこと言うね。そう、美しくしてやるの。やっぱり見られるとさ、そうだよ、人間もそうだけどね、うん、見られるとあれもアドレナリンも出てきて、うん、体にいいんだって、健康にいいんだよ見られる、うん、見られるっちゅうの。好き勝手に伸びるのもいいけど、ちゃんより美しくだからね。いや、より美しく長生きする、うん、ねえ、これ今白くなって、まあ、うん、これが今ね枝を振ってきてね、うん、綺麗にこうチラ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 っと見せたらね、うん、またあれだよ、え、あの木がこんなになったのってねシリーズこれはほったらかしでねえかね。この水、あ、そこそこ大丈夫かよ。これはほったらかしシリーズでね、この木があんなになったのかシリーズ。この木があんなになったのかシリーズ。よし、これはね、今まではさ、うん、もうだいぶ前からこれやってんだけど、これをね毎日3日ぐらいこうやってやったんだわ、うん、せっかくやるのにね。それで一応これはこれでね、乾いたら今度はね、今回はもう針金かける予定なんだけど、うん、乾いたらみんなこっちに巻いてきます、うん、こういう感じ、うん、こういう感じね。これは落葉だから葉っぱ全部落ちちゃうからね、うん、今にくるくるっと葉っぱ全部こうやって巻き込んでもね、うん、全然心配ないのね、うん、この葉は全部きれいになくなっちゃうから、でもついでだからもう針金かけちゃうから、うん、なぜ今までかけないで置いたかったらね、これだけ大手術したからね、ちょっと木はね部分的に枝がやられてるかなと思ったらさ、うん、全然元気いいのさ。だから本体には丸っきり異常なくてね、うん、ちょっとこの辺のね、まあ人間で言えばね、ちょっとあれだね、かすり傷が負ったようなもんなんでねえかな、うん、と思っても針金かけてこういうちょっと大雑把な荒掛けだけしてしまっておけば、うんうんうん、かければかけるほど早くかければさ、うん、早くできるからね、うん、そういうつもりです、はい、これはすぐ洗わないと固まるからね、なるほどね、石灰はね、はい、忙しいんだろう。